好だけで選んでチタンにしてるわけじゃないではないですこれ過去ないですか？ないですね。今回も新しいです。これは松山選手がめちゃめちゃテストしてるっていう話、最終戦使っていいですかって話になるので、だいぶざわつきましたね。もうだいぶうちの中でもざわつきました。ギアは好きだが詳しくない小太郎です。本日こちらですね、神戸でございますね。もう今見たでしょ、今これね、ダンロップさんより、素敵なお話いただいております。もうこの時にダンロップさんって言うともう分かるでしょ、これもう皆さん打ってるでしょ、 ZXI シリーズ。どう思うの？めちゃくちゃいいでしょ。もうびっくりしてます。今回びっくりしすぎてね、もう来ようっつって来ちゃってます。 ZXI シリーズのもう開発の方に、なんで今作こんなすごいことになってんだっていうね、その辺いろいろちょっと聞いてみたいと思いますんでね、ぜひこれ購入する方、これも見てほしい、そしてさらに良さを分かって買ってほしい。じゃあ早速行きましょう。うわ、こんなんありますやん。マスターズの時のや、優勝した時のや。失礼します。あ、いらっしゃいました。いらっしゃいました。どうも。よろしくお願いします。お願いします。いやー、よろしくお願いします。本当に。もう今回もこれ、素晴らしいドライバーで、本当に。ありがとうございました。本当に。このドライバーがあったから勝てました。あ、違う。これは、マスターズで松山選手が優勝したときに、ダンロップの関係者の方に言ったやつでしたね。すいません。昨日から考えてました。いや、ということでね。今作めちゃくちゃ良かったんですけど、これ改めて各モデルの特徴なり教えていただいていいですか？今回ドライバー4モデルラインナップさせていただいてまして、一番ベースとなるのがスタンダードモデルとなる ZXI で、それに対しまして ZXITR 操作性を重視したようなモデルになっています。で ZXILS 低スピンで飛ばしていただけるようなドライバーで、今回新たにラインナップしたのが ZXIMAX、 よりアベレージゴルファーの方に使っていただきやすいようなことをコンセプトに開発を行っております。ああ、なるほど、 MAX ね。え、ネーミング、これ MAX はこれ MAX しかなかったんですか？これ完成モーメントしかり、あとは簡単さしかり、はい、そういった意味でもう全てが、はい、もうマックスだよと、はい、いうことでいいですか？そうですね、この4モデルの中でマックスにアベレージゴルファーの方使いやすいよと、うん、というような、はい、メッセージが込めております。なるほど。いや、でも本当打たせていただいて、特にスタンダードモデルとマックスのモデル、もう僕が打つとね、バックスピンがアベレージでも500、600ぐらい増えるぐらい、なんかこうバックスピンが増えて、まあ、言い方変えると球がこう上がりやすくなってる印象を受けたんですけど、その辺どうですか？こう開発の時に何か意識されたこととかあります？割とその辺意図的にやってて、普通スピン入るとボールスピード出ないってなりがちなんですけど、そうならないようにボールスピンはちゃんと入る、でもボールスピードはちゃんと出るっていう形で作れたっていう形で開発はしてたんですよ。ああ、そうなんですね。ただ一個、やっぱりダンロップさんといえばやっぱりゼクシオというですね、もう本当にこう売れ筋ラインがあって、あれとマックスがちょっとこう重なっちゃうんじゃないかなというような印象を少し受けたんですけど、その辺どうですか？企画のまあコンセプトといいますか、まあ狙いといたしましては、やはりブランドのそのコンセプトの違いがありまして、スリクソンはやはりアスリート、まあプロ上級者に向けた商品開発をしていくようなモデルになっても、ブランドになっています。で、一方ゼクションの方はアベレージゴルファーの方をターゲットにしてものづくりをしていくようなモデル、ブランドになってるんですけれども、そうですね、だから開発がそれを受けて、まあ、開発がターゲットユーザーイメージみたいな人を描いた時に、はい、ゼクションの方はどっちかというとそんなにゴルフやらない人がちょっと家に行って、でもちゃんといい球、きれいに球が出るみたいなのをどっちかというとユーザーイメージでやってて、はい、どっちかというとスリクソンはまだまだうまくはないけど
ぶん回してぶったたいてでもまっすぐちゃんと飛んでくれたみたいな、はい、そういう優しさみたいなのを目指したいなっていうので設計してるんで。いいですね、ぶん回すっていうことでも確かにそうやってね、まだ方向性がちょっと定まんないけどヘッドスピードはある程度速いみたいなゴルフは多いですもんね。そうですね。だそういうゴルフはこそ試すといいというところで、でこのコンサーこの4モデルですけど、なんか開発の時になんかこだわったポイントみたいななんかあります？一番はまずはボールスピード飛ばなきゃというところですね、はい、それを出しているのが今回 iFlex っていう名前で出してるんですけど、はい、ベースの肉厚を真ん中が薄くて両サイドがむしろ分厚い。大丈夫なんですかそれ？これちゃんとたわみを計算して綺麗にボディまで振動が伝わっていくように作ってるので、はい、しっかりとボール捉えてボールにスピードが持ってくるって形になるんですよ。これすごいですね。これ過去ないですか？スリプソンの。ないですね。今回の新しいです。あら、これはだからちょっと新しい感じがあったんですね。ただね、一個僕ちょっと気になってるのが、今やっぱりまあクラウン側をこうカーボンとかにするメーカーさんとか割と増えてきてると思うんですけど、その中でこれ全モデルですよね。これ全部これねカーボンじゃないじゃないですか。これなんか意図はあるんですか？これやっぱりうちとしてはこだわりがあって、はい、ボディ全体がこう綺麗にたわむっていうのはやっぱりフェースだけじゃなくてこだわってるところになるんですよね。やっぱりカーボンを貼らなきゃいけないってなったら結局周辺に継ぎ目が出るんですね、貼るための、あれがどうしてもたわみの部分で邪魔してくるっていうのが一番僕らとしては嫌だなと、はい、ボールスピードに伝わってこないところになるので、はい、しっかりとこうつなげていくためにはボディもきれいにたわまして、きれいにベースに返ってくるっていう形にしたいっていうところが下にする理由ですね。そうなんですね。格好だけで選んでチタンにしてるわけじゃないではないですちゃんとそういったフェースのこのたわみを全部受け入れるために。そうですね。今回ですね、4モデル出したっていうことで、はい、いろんなユーザーの人に使っていただけるようにっていう形で全部こう毛色が違うんですね。スピンの入り方が違うだったり重心が違うだったりっていうところが割とこう毛色が違うので、はい、そういう意味ではいろんな人に使ってもらえるような形になってると思います。それはもう打ったら目もうすぐ分かりましたね。もう全部違いますね。これ見事に幅広い人に結構こういろんなこうニーズがそれぞれにあるなっていうふうにすごい感じてて、でやっぱりまあ噂ですけど、もうなんかダンロップの契約のプロがこぞってこう変えているっていうのも聞きましたけども、これなんか聞くところによると結構プロだから LS モデルだみたいなことでもないんですよね。結構プロの中でもこの4モデルいろいろと分かれて、だから前のモデルに比べてじゃあ5だったから ZXI 使ってもらおうかって言って渡したらこれにハマるかって言ったらそんなこともなくて、いろんなやつを試したらあこっちの方が良かったとかこっちにハマるとか、はい、実は私のスイングこっちの方が良かったんですみたいな話がプロからあったりみたいなところがあるんで、そういう意味ではいろんな種類があっていろんなまあ個性があるんで、全部打ってもらったらどれか自分の好みが出てくるみたいなところがあってプロにはまりやすいところがあるなと思ってます。こんなちょっとあれ言うとあれですけど、まあ、やっぱ松山プロが選んでくれるかどうかっていうところどうですか、ぶっちゃけ。いやもう間違いないと思います正直もともと9月9日にリリース、はい、プロに1回使ってもらおうって言ってやってて、うん、で、まあ、プロに一度顔見せっていう形で見せたんですけど、はい、あまりに使いたいんでちょっとリリース早められませんかっていう話になってめちゃめちゃ気に入られてるじゃないですか、はい、で最終戦使っていいですかって話になったんで、急遽8月26日に登録日を変えてもらってR&A に変えてもらって、実は使えるようにしてもらったすごいですね。本当に動いてるじゃないですか、だいぶざわつきましたよね。いやもうだいぶうちの中ではざわつきましたね前倒しな感じでそうですそうです、もういろんなのを全部こう前に倒さなきゃいけない大変でしたけど、でも嬉しい声ですよね。そうですね。あと私気になることもう一個ありまして、このフェアウェイウッド、これ今ここにありますけれども3番ウッドですね。特に松山選手がこのモデルめちゃめちゃテストしてるっていう話、小耳どころか大耳に挟んだんですけど全然変わったんですか今回3番ウッド。フェースのたわみだったりっていうのは
ドライバーと引き続きで、はい、さらにボディも含めてたわむようにっていう形でちょっと設計を変えてるってところですね、はい、iFlexを導入してっていう形 で、はい、でそれで飛ぶようになった飛ぶ感じがあるっていうところが一つと、はい、ボディの形状を少し丸みを持たせていわゆるかっこいい形状を構えやすくてどんな球でも打てそうっていうところで形にちょっとこだわって作ったところが一つのポイントかなと。だってもうなかなか変えないで有名な松山選手ですよね。そうですね。その松山選手が今回変えるんだって、うん、変えてくれたらいいですけど、うん、ちょっとなかなか今鋭意努力してると。ああそうなんです、はい、さあということで今回新しいモデルのいろんなお話を伺いましたけれど、最後にこれを見ているもうあのスリクソン大好きだぞっていうねゴルファーたくさん見てますから、お二人一人ずつ何か今回4モデル作りましていろんな人に合うヘッドがあるんじゃないかなと思いますんで、まずは店頭で試打していただいて自分好みの1本を選んでいただければなと思います。よろしくお願いします。ウッドの方は今回 iFlex というメインテクノロジーでスリクソン史上最速のボールスピードを達成しております。アイアンに関しましても iForged というテクノロジーでスリクソン史上最高の打感を実現しております。ぜひ皆さん店頭で試打していただいてご体感いただければと思います。よろしくお願いいたします。いやもう今回めちゃくちゃいいお話聞けましたね。もう最高でしたね。今回ドライバーだけじゃなくてですね、もうフェアウェイウッドからアイアンまでもうこれ全部すっごいいいものができてますんでね、皆さんぜひ試してみてくださいね。もうまずは試打ガッツポーズ